はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は第11回武勇祭列のボスバトル EX 攻略ということでやっていきたいなと思います。現在ですね、上位 0.1%、22位ということですが、まあこれからね、まあどんどん落ちていくんでしょうが、まだね、そんなに全部やり込んだわけではないのでね、まだ全然伸びしろだったりは、残している状態ですので、楽しんでいきましょう。ただ期間はね、そんなに長くありません。7月の14日なので1週間だね。結構武勇祭ってバラバラなんですけど、今回1週間ある。まあ武勇祭の中ではやや長めかな。はい。ということでやっていきましょう。で、今回は注意点ね、基本的に武勇祭列に関してはボス戦が全て無属性ということになっているので、逆に言うと自分の自信ある属性、一番、手持ちの中でですね、バフだったりとかフィニッシャーが育っていたりとか、そういう条件に見合った、属性で挑むことができるっていうところの利点はありますかね。なので、皆さん手持ちによってだいぶパーティー編成とも変わってくると思うんですけど、今回の動画についてはとりあえず光属性で1回やってみました。で、あとね、その他の属性の方がもしかしたらスコア伸びるかもしれないので、その辺はもうちょっと試行錯誤してという感じなので、とりあえず第1回の今回は光属性攻略ということでやっていきたいと思います。はい。で、まあ、その他ルミナスの注意点ということですが、今回のルミナスはですね、まあ、自身の防衛力、開幕6ターン 80% アップということをやってくるんですよね。なので、一応これルミナスを何ターンで倒すかっていうのも非常に重要なところ。一応僕がやった限りではターンボーナスはもう4ターンでもマックス。なので、前回みたいなね、2ターンでマックスになるような極端な感じではなくて、一応、そのターン数は、後になっても大丈夫。ただし今回火ダメのスコアが結構減点がねでかいので、減点幅相当でかいので、この辺をどうするかっていうところ。結局早めに倒せば倒すほど食らうダメージが減りますので、必然的にね減点のスコアも減ってくるということになるので、まあこの辺はやっぱり皆さんの手持ちにもよってくるとは思うんですけどね。まあ本当にできることならなるべく早く火力を出して倒すっていうところなんですが、今回ルミナス自体もそんなに超過ダメージでスコアが稼げるっていう雰囲気ではないので、ポイント的にね、そうでもないので、むしろやっぱり減点の方がでかかったりするから、うん、この上位 0.2% のスコアでもね、0.1% のスコアでも、はい。で、まあ、その他に関してはですね、貫通率3ターン 100% だったり、貫通耐性、それから会心率3ターン 100%、会心耐性 40% ダウンだったり、あとね、ルミナス自体も奥義ゲージ 100%、もう2ターン目で奥義打ってくるからね。なので、すげえ火力出してくるんですよ、敵は敵で。なので、本当にターンを重ねれば重ねるほど、まあ、最終的に7ターン目にはルミナスも柔らかくなるけど、それまでに受けるダメージ、それから、減点スコアがえげつないよっていう状況に持ってかれてしまうので、はい。まあ、その辺、皆さん一度試してみた方がいいかもしれないね。7ターン目以降に超過ダメージ倒して倒すか、まあ、あるいは、早めのクリア、早期討伐、3ターン、4ターンクリアを目指して倒して、火ダメをね、減らす、みたいな。どちらかだと思うので、これやっぱ皆さんの手持ちでも変わってくるところだとは思いますね。はい。ということで、今回のパーティー編成見ていきましょう。とりあえず今回光属性はこんな感じでやりました。で、今回武勇祭ね、手持ちの魔装魂、最初の手札の魔装魂、ちょっとね、不規則な感じはあるんだよね。不規則といっても毎回固定ではあるんですけど、ちょっと並びがですね、無属性で、敵がね、無属性で、カゴが3枚、それから銀王が2枚、それから奥義の魔装魂が1枚という並びになってます。なので、一応カゴの5コンボぐらいはしようかなと思って、今回、このシュナを採用しました。技能をカゴに変換。ただし必ずしもシュナをね、使う必要はないし、このシュナの枠にですね、普通にデバフのね、キャラを積んでもっと火力出すみたいな、立ち回りでも全然いいとは思うんだけど、結局2ターン目以降手札の魔装魂の運ゲーになってしまうので、その辺試行回数が稼げる方、時間に余裕がある方はそういったね、バフをねもっと盛れるような、キャラを入れてもいいんじゃないかなとは思いますが、とりあえずこれでカゴの5コンボできて、まあ2ターン目以降もですねスムーズにカゴスキルを使うことができるという編成にしてあります。はい。まあ、その他の立ち回りとしては基本的には今回4ターンクリアっていう方向にしました。無理に3ターンではなくね、3ターンだと結構窮屈というか、そのゲージのね、上昇だったり、貯めるとかね、バフデバフを盛るっていうこともあったりするので、ちょっと、大変だったので、今回4ターンクリアというところですね。で、奥義に関して、敵の奥義に関しては甘んじて受け入れるという形になるんで、やっぱ奥義の減点が一番でかいかな。強いね。はい。なので、できるだけ防御力等もね、上げた状態で、挑んだ方がいいんじゃないかなっていう感じです。で、まず1ターン目に関しては、シュナの変換でカゴの5コンボ。で、2ターン目に関しては、ゲージ貯めます。2ターン目は完全にゲージ貯めターン。カゴゲージであったり、それから、特にフィニッシャーだね、フィニッシャーの奥義ゲージを貯めに行ったりとか、あとスキルポイントね、スキルポイントも貯めに行ったりっていう準備ターン。で、3ターン目に関しては仮面の勇者の運命崩落から入りまして、リムルのね、貫通耐性デバフだったり使って、それからシズさんのカゴスキル。これで技能の6コンボぶちかまします。で、3ターン目以降は、バフを持ってね、一旦フィニッシャーのシオンを後ろに下げてあげて、また、技能の6コンボ。で、最後のターン、また、今度は、シオンを前に出して、バフを乗っけて、奥義をフィニッシュという流れに持っていくのが理想と。HP もギリギリ削るまでが理想なんですけど、これまた試行回数が相当必要になってくると思うので、あと皆さんの火力の感じでも変わってくるかな。パーティーのね、あとマスオコンの運ゲーも当然あるので、はい。そんな感じで実際にやっていきたいと思います。強大な魔力の接近を感知しました。わらわが相手をするのも見守ってるよ。後を任せて。2番だ。では参りましょう。やるな、引かぬわ。選手交代、代打、私。そうですね。レッド。協力してください。邪魔者は退散しな。これ。かぬ敵は取りますので。パパ。に出てください。やるな、聞かぬな。バカな、このわらわが。引き続き警戒に当たろう。